アクソルチャンネル、ソラです。今日はこんな電気代が高い時代でも買える、この冬こそ買うべき観賞魚を紹介します。この時期、寒い時期には熱帯魚飼育は敬遠しがちですよね。でも大丈夫、この時期ギーターなしでも買える魚がいるんですよ。それも可愛くて綺麗でお安い、最高でしょう。買わない手はないわよ。それで魚を紹介する前に、まず水槽を立ち上げていきます。では今回は黒系のソイルを入れて水道水を入れていきます。ではこの間に軽く説明します。水槽はジェックスさんのオールガラス30センチ、ソイルはジュンさんのプラチナソイルです。パウダーブラック。軽くゴミを取ります。こちらも軽く鳴らします。次に水をきれいにする魚化器をつけていきます。ジェックスさんのコーナーパワーフィルターです。水流調整付きなので、水流をちょっと弱くします。水道水には有害な塩素が入っていますので、それをなくします。カルキ中は重金属無害化粘膜保護、白濁り制御ビタミンミネラル配合。次に汚れた水を分解してくれる微生物形成のために、テストバイオプレミアムハイブリッドバクテリアを入れます。あとはミネラル補給のために、アクアシステムさんのミネラル剤を入れます。では次に石を入れていこうと思います。小流石を入れていきます。左側のポンプを隠すように入れていきます。やっぱり人工物が見えると格好悪いですからね。これだとまだ見えるので、水草も入れていきます。水草で隠していきます。カボンバ2束を入れていきます。これでろ過器のポンプが見えなくなりましたね。さらに水流を弱く調整しました。ゴミを取っていきます。アクソルチャンネル。では数時間たち、 pH も 7.8 で止まり、濁りも落ち着いたので、お魚さんを入れていきます。今回紹介するお魚さんがこちら、ゴールデン赤ヒレ。どう？綺麗でしょう。条件付きでヒーターなしでも飼育できる観賞魚、ゴールデン赤ヒレ。どう？思ったより綺麗でしょう。あ、そうそう、条件付きでを説明しますね。日本といっても北と南では結構温度差があるでしょう。さすがに北海道で常温飼育だと厳しいでしょうけど、九州だったり太平洋側の暖かい地域だと部屋の中で無加温で飼育できたりしますという条件付きです。それでこのゴールデン赤ヒレというのは、赤ヒレという魚の改良品種となります。その赤ヒレは中国原産の温帯魚となり、熱帯魚ではないです。簡単に言うと、日本のメダカと熱帯魚の間みたいな感じですね。その赤ヒレを改良して色が鮮やかになったのが、こちらのゴールデンタイプとなります。若干ノーマルの赤ヒレよりも温度が高めが良いと言われていますが、私の実感ではそこまで差はないのかなと思います。ちなみに日本の冬の外ではダメですよ。だいたい10度を切るようでは無理ですね。先ほども言ったように、日本各地で温度差がありますので、そこを考慮して飼育を考えると良いですね。温度のことで、この赤ヒレを買う時のポイントがいくつかありますので、それを少し紹介していこうと思います。アクソルチャンネル。先ほども言ったように、ヒーターなくてもいけますが、少しでも水温は高い方が良いので、水中ポンプ式のろ過器をつけるのをおすすめします。水中ポンプ式というのは、このコーナーフィルターのように水の中に浸かって使用するモーター式のポンプのことです。これ結構大事な話なので、よく聞いてくださいね。モーターというのは微量ながら熱を発生します。ということは、そう、水温も上がるのです。いやいや、それぐらいでは温度上がんないでしょと思ったそこのあなた、びっくりするぐらいに違いがあるんですよ。そりゃ
2度も3度も上がらないとは思いますが、低い時のわずかな温度差って感じやすいんですよね。同じ水槽を並べてブクブク出る投げ込みフィルターと水中フィルターでは、手を入れた時に誰でも違いがわかるくらいに差があるんですよ。本当ですよ。びっくりしますよ。3ワットヒーターを入れている感じですかね。笑い。ろ過のために入れているのに微量ですが、加温もしてくれている感じで、一石二鳥ってやつですね。正確には加温してくれているというよりかは、下がる温度を食い止めてくれるっていう感じかな。っていうか、全然出ていかないんですけど、この子たち。まあいいわ、自然に出ていくのを待ちましょう。そしてこれは今最近ではちょっと難しいかもしれないけど、照明器具を LED ライトから蛍光灯に変えると温度上がりますけどね。まあでもこれは現実的にはちょっと難しいかな。最近は LED が主流だし、電気代のこともあるので、そもそも照明をつけたくないっていう人もいるでしょうからね。まあやっぱり水中ポンプはいいですよ。投げ込み式使っている方は特に。そしてこれはものすごくわずかな効果しかないと思うけど、低消ですね。いわゆるベアタンク何も入れないわよりかは、砂砂利ソイルなどを入れた方が温度は低くなりにくいと思います。これも効果はほんのわずかでしょうが、効果はありますよ。あと壁に生えた苔も保温効果はありますね。今度検証動画を出してみようかな。とまあこんな感じですけど、全然出ていきませんね。そろそろ絵面的にも厳しくなってきたので、出て行ってほしいけどね。結構行動範囲が狭いのか、怯えているのか、わからないけど、濡れてて安心してるんでしょうね。10倍速で行きます。この間手で叩いたり、照明を消したりしたけど、全然出ていきませんでした。なので強制的に解放しますね。さあ、あなたたち出て行きなさい、新しいお家を。体色は黄色みたいな肌色みたいな、何色と言えばいいのでしょうか。各ヒレが赤く綺麗ですよね。名前の通りヒレが赤いんです。ノーマルの赤ヒレのボディは、黒っぽいグレーっぽい地味な色なんですけど、日本でいう黒メダカを白メダカにしたみたいな感じですかね。さあ出ました。どうかな、気に入ってくれるかな。もうちょっと子赤ヒレのことを言うと、中国のメダカみたいな感じで、昔コップでカエルコッピーっていう名前で人気があったんですよ。本当にコップで買えるぐらい水質の悪化にも強くて丈夫で、ものすごく生命力も強いですよ。繁殖もそんなに難しくないし、皆さんも一度挑戦してみたらどうでしょうか。ただ日本のメダカよりも若干気が強いかなっていうイメージですね。確か縄張り争いとかでヒレを広げて戦うんですよ。オス2匹だけにしたら小競り合いするでしょうね。まあ戦うと言っても軽い小競り合い程度ですけどね。この水槽のサイズでこの匹数では仲良くするでしょうけど。とまあこんな感じでしょうか。ヒーターなしでも買える観賞魚の紹介でした。チャンネル登録と高評価お願いします。では次回も見てくださいね。バイバイ。